さあ本日も牧場物語やっていきたいと思います。さあやっていきたいわけなんだけど、今日はですね、おそらくイベントとエンディングが待ってるんじゃないかなと思っています。まあ、なんでかっていうと、前回最後の依頼をクリアしたわけなんですよ。ペットの餌でクリアしましたペットの餌か。まあ、最初ね、高級海馬にしようかなと思ってたんだけど、ペットの餌がね、なんと雑貨に売ってたんですよ。なので雑貨で購入して、それを納品してクリアしましたと。さあ、そういったところで今日はね、感動の回になるんじゃないかなと思っているんですけど、どうでしょうかね。多分これオリーブタウンに移動しないと始まらないんかな。とりあえず移動しましょうか。さあ、感動の瞬間ですよ。おー、やってきたー。それでは第1回オリーブパレードを開催します。やってきましたね、オリーブパレード。待ってました、イエーイ、めへへ。私と社畜はリアル動物担当ね。私が後ろを見るから、あなたが先導して。え、これさ、最後の依頼で合ってますかね。もしかして間違ってる、これ大丈夫え、間違ってないか。パレード始まるみたいだよ。目先は行かないの。行かないわ。私はこうして一人でお祭りの喧騒を聞くのが好きなの。それが美咲らしいかもね。行ってくるね。おー、なんかすごいことになってるね。おー、これはやばいやばい。動物たちが整列してるぞ。なるほどね。すげーな。こんな感じなんや。こんなにも人が。観光客多すぎやろ。ねえ見て、あの羊、僕の方見たよ。うん、きっと坊やのことが好きなんだよ。めへへん。お、またシーンが切り替わった。ちょこちょこシーン切り替えが入りますね。パレードってこんな感じなんや。動物のパレード。まあ牧場物語やからな。まあ最後にふさわしいんじゃないでしょうか。大成功だな、親父。ああ、みんなのおかげだ。それにしてもみんなの笑顔を見るのっていいもんだな。なんだそれは、柄にもないことを。これでもう残された夢はあと一つ。夢の豪華客船が訪れるような世界的に有名な街になること。うん、手が届きそうな気がしてきたぞ。さあ、またまたシーンが切り替わります。あれ、これで終わりか。あれれれれれってことで終わりですかね。あれ、これはもしかすると翌日にならないと豪華客船が停泊しないっていうことか。ちょっとわかりませんけどね、どうなんだろう。翌日にならないと多分無理そうな感じがするな。で、今回パレードが行われて、で、翌日になったら、うわ、なんか豪華な船が止まってるみたいな、そういった展開になるんじゃないかなと思います。まあそういったところでね、一旦翌日にしましょうか。一旦寝て翌日にしたいと思います。おー、翌日になりました。すごいことになってるな。花火？今日お祭りかなんかだっけ？違うと思うわ。何かしら。さあ、いよいよエンディングか。始まったな。何が止まってるんだ。絶対豪華な船だろう。社畜、君のおかげだよ。いや、君が手伝ってくれたおかげで街も発展して、念願の豪華客船がこの町に寄港することになったのだよ、イエーイ。ってことで、念願の豪華な客船が来たということで、今回のこの物語完結でございます。おー、やってきたね。けど思ってるより豪華じゃなかった。俺の想像してた豪華とはちょっと違ったけど、まあいいや。見よ、この客船、世界中の海を巡り巡って、様々な国の港を旅してきた船だ。いろんな国のいろんな人たちが、この船に乗り、旅をすることに憧れている。そんな船が、ついに我が町へ。ようやくやってきた。そして、なかなかパンチの効いた人がやってきた。ようこそ、オリーブタウンへ。お泊まりは、ぜひ、私どものホテルへ。美味しいコーヒーで評判のカフェもあるわよ。自然が自慢のオリーブタウン、動物たちと触れ合ってみませんか。おー、なんか賑やかやな。お土産にお花はいかがですか。おー、リンちゃんも頑張ってるね。綺麗なお花ね。一束いただこうかしら。ありがとうございます。おー、
めちゃくちゃ盛り上がってきたな。すごい人の数だ。この日をどんなに待ちわびたか。しかし泣いている場合ではない。これからだ。これからもっともっと発展するぞ。おー、いいね。その心意気が、うん、これからだ。力を合わせて頑張ろうな、社畜。おい、俺も頑張らないといけないのか。嘘だろ。俺もやるのか。おー、場面が切り替わっていく。これで終わりか、ついに。うわ、来た、エンディングだ。おー、終わったね。スタッフロールか。ついに終わってしまったのか。さあ、そういったところでね、今回の牧場物語、オリーブタウンと希望の大地、以上になります。皆さんいかがだったでしょうか。今まで何本ぐらい動画投稿したんだっけな。結構動画投稿したよね。何本動画投稿したかわからないぐらい動画投稿したわ。いやー、なんかね、エンディングを見ると今までの疲れが吹っ飛びますね。いやー、マジでね、突然エンディングやってきたな。そしてスタッフロール今流れてるわけなんですが、すごい人数やな。改めてこう見てみると、なんかこう思うとさ、たくさんの人がこのゲームに関わってくださったんだなと実感しますよね。ちなみにね、まあ、今回エンディングを迎えたわけなんですけど、これからも継続的にこの牧場物語、オリーブタウンと希望の大地、そして再会のミネラルタウン、そちらのゲーム実況していきますので、ぜひね、これからもチャンネル登録して動画を見ていただければ幸いです。あとはね、スタバレって皆さん知ってますか。スタバレもね、継続的に実況していくことになると思うので、ぜひね、スタバレの方も見ていただければと思います。いやー、けどね、スタバレもめちゃくちゃ面白いゲームなので、ぜひね、皆さんにも見ていただきたいですね。あと、あつ森もやっていくんでね。そう、最近ね、ちょっとあつ森の比率も少なくなってきたんですが、あつ森もやっていくんで、ぜひね、これからもよろしくお願いいたします。まあそんな感じかな。てか長いね、スタッフロール。なかなか長いな。けどさ、エンディングを今回ね、迎えたわけなんですけど、やることがね、まだまだあるんですよね。やり込み要素がまだまだあるっていう言い方の方が正しいのか。そうなんだよ、まだまだやることがあるからな。まあ、とりあえず博物館をまずやらないといけないっていうところと、牧場レイアウトかな。なんだかんだ言ってね、牧場整備まだまだ全然終わってないからさ、まあ、これからね、本腰を入れて頑張っていこうと思います。まあ、逆に言うとね、エンディングを迎えてからが本番って感じがするね。まあこれに関しては集まれ動物森と同様じゃないかなと思ってますね。集まれ動物森もエンディングを迎えます、島クリエイターゲットします、でそこからまあ始まるって感じじゃないですか。ようやくね、島作りができますよみたいな感じだと思うんですよ。まあ牧場物語に関しても同様かなと思っておりまして、まあエンディング、まあ逆に言うと街のことが一旦終わりましたと。なので牧場生活に集中してくださいと、まあ、そういったメッセージとしても受け取ることができると思うんですよね。なのでこれからはね、まあ、牧場レイアウトが中心になるかな。まあ、動画の内容はね、これからどうなるかわからないけど、ただ牧場レイアウト系の動画は多分ね、増えていくと思いますね。はい、まあそんな感じか。そしてですね、うん、なんかスタッフロール長いな、思ってるより。もうなんか話すこと終わっちゃったんだけど、まだ終わらないのか。いやー、まあ長いに越したことはないと思うんだけど、なんかすごいな、超対策やな、こう見てみたらね。めちゃくちゃ人が関わってるじゃねえかっていう。え、これさ、何人ぐらいの人が関わってくれたんだろうね。すごい人数だろこれ。うん、もうさ、何人関わってくださったのかわからないぐらい流れてますからね、今。はい、まあそんな感じで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。そうですね、ちょっとエンディングの途中なんですが、まだしばらくかかりそうなので今日の動画はこの辺りで終わっていきます。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画で。
お会いいたしましょう。バイバーイ。